黒田清綱は、日本の官僚、政治家、歌人。正二位、君一等死者。薩摩藩士、黒田清治家の着男として生まれる。同じ薩摩藩出身の黒田清隆との直接の血縁は遠いがあるとされている。諸説あり。藩校増士官で学んだ後、藩主、島津成明に気に入られて、士官に入る。また、国学者。 家人である、八田智則に和歌を学ぶ。また、西郷隆盛とも信仰が厚かった。後に、軍府役となる。1866年の江戸幕府による第二次長州征伐の際、太宰府に流されていた五郷を大阪に連行しようと、するが、4月に判明を受けて五郷の移送の阻止に、太宰府に向かった黒田は、幕府の使者である観察、小林神六郎と、直談判して、 想を中止させた。その後、10月に藩の聖師として、長州藩主、毛利高近と会談した。その後、京都、大阪に滞在し、母親戦争の際には、三人道陳部総督三謀として、総督、西園寺金持ちを補佐した。その後、鹿児島藩三世として、伊地地正春と共に、藩政改革に努め、1870年に、明治政府に召され、 団上消失として稲田騒動の鎮圧を図り、ついで、東京府大三次として、川地俊義と共に、警察制度の設立に参画した。後に、京部将有、文部将有に転じる。西南戦争の際には、島津久光に、西郷の除名単案を行い、西郷の死後も三条未耳らに名誉回復を進言した。1875年に、元老院議官を経て、 家族令交付後の1887年5月24日、死者区に除せられる。1890年に、貴族院議員に任せられて一期務める。同年10月20日、近景観志向となる。1900年に、数密顧問官に任じられた。同門の高崎商府の没後は明治、大正両天皇の和歌の指導に当たった。また、麹町に竹園舎を建てて歌集。 にわたつみを観光して、門人を育てた。実施、清秀がいたが、諸子であるのをはばかって、家督を養子としていたウィンの清輝に譲った。だが、清輝は留学中に、西洋画を志して、明治を代表する洋画家となったため、滝縁者は清秀が継承した。ありがとうございます。